幼なじみとやった有機ビールとやった部活顧問とやった転校生とやった午後教室でやった体育倉庫でやった保健室でやった屋上でもやった裏の部の主人公は魔界で戦うからこれくらいのご褒美は当たり前女戦士とやった敵の魔女ともやったアンドロイデとやったラスボス女やった大東海でやった海底都市でやった宇宙コロニーでやった地球を越えてやったラノベの主人公はとっても危ないからこれくらいのご褒美は当たり前やった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 ラノベの主人公は魔界で戦うからこれくらいのご褒美は当たり前